これから ML 動画塾を始めます。今日はブラッシズで描けない練習という形でやられる方のために画像をトレースして描く方法を紹介します。まずブラッシズのアイコンをタップします。そうして新規キャンバスを作成します。そこで新規キャンバスが作成されました。続いてトレースする画像を開きます。選択してこのように画像を開きます。続いてトレースするツールを設定します。まず色は下絵のラインを黒で描きます。続いて描くツールを選択します。続いてサイズを設定します。続いてレイヤーの方を選択します。それでは描き始めます。このように確認します。できるだけ線は
スムーズに動かしましょう。